じゃないか。クルエ、立ち去れ。俺たちは永遠に目覚めない。だが俺は正しい。俺の宝は無敵だ。宝？宝って何のことだ？奇跡を想像する機会にできることなど絶対にない。どうやら宝とはあの装置のことを指しているようですね。酔いつぶれているようね。このお酒の匂い。お嬢様、私の翼で風を送らせていただきます。あ、私にもお願いします。もちろんでございます。皆の者、近くを見てきたが他に人はいなかったでござる。妙ではござらぬか。ファデュイは組織であるのに、ここにはこの者しか残っていない。ましてや前回来た時はこの者さえいなかったでござる。それにこの前のふくよかな男もいなくなっている。あるいは他の場所に隠れているのであろうか。その理由は目の前にいるこの者に聞くしかないでござろう。でも酔いつぶれてるみたいだぞ。こいつの酔いが覚めるのを待たなきゃいけないのか。懲罰の聖戦を下ろさ。お嬢様は水をかけてはどうかとおっしゃっています。いいな、それやってみようぜ。あ、目を覚ましたぞ。あなた、ファデュイですよね。ここで何が起きたのか、そしてあの装置が何に使われるものなのか教えてくれませんか。ファデュイ。ファデュイ。ああ、愚かで無知なる幹部どもよ、後悔しているか。俺の研究を否定して、俺に無理やり無理やり無人島へ来させ、実験を。宝、宝が。なんで泣いてるんだよ。一体どんな目にあったんだ。俺と俺が発明した宝を愚弄した。あいつらは、あいつらは未来でもたらされる賞賛を理解していない。俺の発明があってこそ世界を征服することができるのに。愚かなバカどもが。撃たないでくれ。もう実験室は爆破しないから。悪かった、わざとじゃないんだ。ダメだ、精神がぐちゃぐちゃで全く話ができねえ。初日に会った時はこのような様子ではなかった。どうやら後の数日で影響が進み、やがて狂気に陥ってしまったのでござろう。俺のレポート、レポートが。これだけは勘弁を。レポート、それはどこにあるのかしら。怒鳴らないでくれ、怒鳴らないでくれ。フィッシュル、あまりいじめちゃダメだぞ。だったら私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。レポートをどこに隠したのか教えてくれませんか。怖い、
報告を無理やり書かせないでくれ。どっか行ってくれ。おいおい、完全に想像の世界に行っちゃってるぞ。拙者が参ろう。失礼。尻が痛い。でも頭のもやが晴れてきた。頭が回るように。それをどこに置いたか教えてくれぬか。レポート。あっちの石の隙間だ。よし、よかったな。危うくこいつの耳元で直接ロックを奏でるところだったぜ。結局はカズハがお仕置きしたけど、すごくためらってたみたいだな。さあ、探し物は近くの石の隙間にあるようでござる。調べてみよう。おめでとうございます。問題を解く鍵を見つけましたね。どれどれ。やはりこの感知擬態と呼ばれる装置は人間の脳に影響を与えられるようです。それから製造者はあの研究員で、名をペルシーコフというようですね。レポートによると、ファデュイ幹部はペルシーコフの研究を支持しておらず、それどころか道を誤ったと判断した。しかしペルシーコフはどうしてもこの装置を実践に投入したかった。そのため彼は人脈を駆使して人手を集め、装置全体を各部品に分けて無人島に運んだようです。よくこの島を見つけたな。やっぱりファデュイの情報網を甘く見ちゃダメだな。ペルシーコフは独断専行でここで実験を始めたようですね。実験に参加したほとんどがファデュイの下っ端兵士で、その全員がリスク同意書にサインしたとあります。どうやら彼らは本当にこの装置がファデュイに利益をもたらすと思っていたみたいです。装置の原理は？それはおそらく極秘なのでしょう。レポートには書いてありません。しかしペルシーコフはとある神の権能を模してこの装置を作ったと書いています。つまりその神の権能はこれらの玄武と関係のあるもの。そしてファデュイはそれについて研究をしたことがあるということでしょうか。うむ。でなければ彼らに神の権能を真似るなどできまい。とにかくペルシーコフの実験過程は順調ではなかったようです。装置起動後何日も経たずして故障してしまい、修理を試みたらしいのですが、技術の未熟なファデュイ兵士によって装置をめちゃくちゃにされ、最も重要な昇格まで弾き飛び、どこかに落ちてしまったようですね。修理がいかに重要な仕事であるかが伺えますね。皆様も身の丈に合った範囲で行ってください。ペルシーコフはマッドサイエンティストですが、自分の部下が不幸に見舞われるのを見たくなかったのでしょう。それに問題が解決できなければ彼自身も狂ってしまう。切羽詰まった彼は一人で昇格を探しに外へ出た。しかし彼は病弱な研究員です。その探索は失敗に終わり、諦めざるを得なかった。その後ペルシーコフは狂気に陥りはぐれてしまった兵士たちを必死に探し、彼らを洞窟まで連れて行ってかくまったようです。島に上陸したあの日、
拙者たちが会ったのはこの段階の彼らだったのであろう。ペルシーコフはがっしりとした体つきのファデュイ兵士を連れていた。そういうことです。ペルシーコフは力を尽くし兵士たちを洞窟に集めて彼らの目を覚まそうと試みました。音楽や歯科などを使ったとあります。ですが効果はなかったようですね。そういえば前にあたいたちがここに来た時誰もいなかったよな。ということはペルシーコフはその日洞窟に全員集めたってことか。そういうことでしょう。最後の数ページに良い知らせと悪い知らせが書いてあります。良い知らせはペルシーコフは狂気に陥った兵士から断片的な情報を聞き出し昇格の所在地を特定したこと。悪い知らせはペルシーコフは彼らの目を覚ますことができなかったこと。その後彼自身も影響を受け狂気に陥ってしまった。レポートの最後の方は彼の狂気じみた落書きで埋め尽くされています。となるとこれはまた私と進化たちに出番が回ってきたようね。レポートに地図が書いてあります。マークされた場所が昇格のありかでしょう。他に方法はないみたいだな。昇格を探してみようぜ。
私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。わめきなさい。よっ。それで大丈夫です。レポートにはそう書いてありますので。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。誰かいるぞ。おい、お前たち何者だ。
待て、あの装置を見ろ。治ってる。え？だがペルシコフさんはまだ地面に倒れてるぞ。この装置はオイラたちが直したんだ。オイラたちに感謝しろよな。このような邪魔さえ入っていなければ私たちは完璧な休暇を過ごせていたというのに。ふん、さっさと私と進化たちに詫びよ。先に失礼する。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコフさんがまだここにいるんだぞ。助けないと。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。やったー。じゃあオイラたちもここを離れようぜ。自分の拠点に戻って休暇を満喫しよう。ああ。でも今考えるとあそこってオイラたちの拠点でもある気がするぞ。仮住まいってやつだな。ヒヒヒ。あそこは雄野浄土兼土道王国大使館といった方が適切かもしれません。え？言いづらいな。オイラ覚えやすい名前の方がいいと思うぞ。さあ行こうぜ。早く家に帰ろう。浄土の正体満足してくれたかしら。おお、大満足だ。よかったです。お嬢様が進化の皆様を招いたのは我らが聖国の降臨を見届けていただくためだけでなく安らぎを与え夏を楽しんでもらうためでもありましたので。すごくよかったぜ。あたいここが好きだ。本当に来てよかった。ここは永遠なる楽土となるだろう。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたいとおっしゃっています。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。あたいがいろんなとこに連れてってやる。そうだ、リーウェで一番おいしい飯屋はあたいの友達がやってるんだ。きっと気に入るはずだぜ。それから劇を見たかったらウッキンを訪ねるといい。親切な上に面白いやつと友達になりたがるからきっと劇の話題で盛り上がれると思うぜ。ほう、信玄殿が進めるなら興味が湧いてきたわ。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが、稲妻には焼きスミレウになる食べ物があり、その風味は魚とよく合うのでござる。今晩試しに果実と海鮮を一緒に焼いてみるのはどうであろうか。稲妻で食べたのでござるか。それは頂上。拙者もお主のようにいろいろなところへ行き友を作ろうと思う。実に嬉しい言葉でござるな。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。すでに装置を修復したというのに島の元凶がまだ消えていません。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。だが元凶の誕生に時間がかかるように消失にも時間が必要なのではないだろうか。ええ、その可能性もあると思います。それに私の水裏の番が元に戻り使えるようになったので占ってみたところ大きな異常はありませんでした。ただ占いの結果に理解できないものがあったのです。
ある種の力が私たちを囲んでいて、見つめているような。装置によるもの、あるいはペルシーコフによるものでござろうか。すみません、それは私にもわかりません。ただ確かなのは、今のところこの力に攻撃の意思がないということだけです。私たちに悪意はないのでしょう。はい、邪魔がなくなり休暇を楽しめるようになったとはいえ、海島を離れるまでは気をつける必要があります。私も毎日占っておきますので。フィッシュル殿をお守りすると約束した以上、拙者も手伝うでござるよ。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回の件は私がより気にかけておかないと。おお、なんだ？そっか、銀遊野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの？遊びに夢中で僕のことなんか忘れちゃってたのかと思ったよ。違うぞ銀遊野郎、オイラたち奇妙なことに遭遇したんだ。奇妙な装置？神を模した能力？ファデュイにそんな計画があったのかい？まったくびっくりだね。その言い方、お前も知らなかったってことか？僕はただ酒場で小銭を稼いでる銀融詩人に過ぎないよ。そんなこと知ってるはずないでしょ。こいつまたそうやって。それよりも旅人にパイモン、今回は思う存分楽しめたかな？おう、美味しいもんはいっぱい食べて、不思議な景色もたくさん見れた。最高だったぜ。ならよかった。旅の意味は心の記録にあるんだ。忘れられない体験を残すことができれば、それだけで有意義な旅となる。その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくとも彼女は君たちに危害を加えることはなかった。それどころか、みんなのことを知るきっかけにもなった。そうだよね。その点から見て、彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。そうじゃなかったら、アリスさんの発明した通信機を遮断した上で、君たちを襲っていたはずでしょ？確かにその通りだ。安心してくれたようでよかったよ。じゃ、思う存分遊んできて。帰ったら僕にも海島の美しい元凶のことを聞かせてね。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思うんだ。これから送るすべての夏が忘れられない楽章となるように。それじゃ、君たちの帰りを待ってるよ。休暇楽しんでね。銀遊野郎が大丈夫って言うんなら多分大丈夫だろう。なんて言ったってあいつも神だしな。信じていいと思うぞ。もう戻ろうぜ。みんなを待たせたら悪いし。さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよな。ひひ、オイラも行きたいぞ。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。安心して、危害は加えないわ。
というより、私はただ偶然、この海域を通った小鳥。今は遠い場所から、あなたを見ているの。たまたま、ここには私と関係する力があった。それが気になって、浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人は、みんな心の底から笑顔になっていた。そして、後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの玄武は、まるで海面上の泡のように、透き通っていて儚い。心を打つ宝永であればあるほど、私は目を奪われてしまう。私は遠出することができないの。あなたたちのような、自由な人がとても羨ましい。だから、ちょっとした仕掛けを施したの。気に入ってくれたら嬉しいわ。言ったはず。私に目的はない。私は、ただの小鳥に過ぎない。ここに残っているのも、あなたたちの喜怒哀楽を鑑賞するため。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったから、こんな方法で、あなたとコミュニケーションをとっているの。私の名前は気にしないで。おそらく将来、他の場所で、いつか会えるかもしれないから。その時が来たら、きっとあなたも、私のことを知るはずよ。おい、何やってんだよ。早く行くぞ。やれやれ、やっと戻ってきたか。ずいぶんと長い間俺を待たせてからに、甲板にトゲまで生えてきてしまったぞ。とはいえ、この船に甲板はもうないか。甲板と呼ぶべきかな。この赤穂同盟配下の大海賊船である俺が、まさかこのような無様な姿を晒すとはな。お前、大海賊船だったのか。けど、赤穂同盟って、誰なんだ？おっと、まさか赤穂同盟の名を聞いたことないのか？赤穂同盟左衛門、それは西来島を守った最も偉い大海賊の名前だ。だが今はもう、記憶にないな。ところでお肉丸、この前オイラたちにお前のことを探すようにって言ってたよな。一体何のようだ？いきなりそのような名で呼ばれると何やらなれんな。実は前も言ったように、俺はここまで流されてきたのだ。だから俺の元々の体もきっとこの辺りに流されてきているはずだ。体というのは変かもしれんがな。だが一刻も早く見つけたいのだ。いつからここに寝ていたのかわからんが、仲間はきっと俺を待っているんだ。だから早く元の姿に戻って奴らのところへ戻らないと。そうだったんだ。ああ、
でも俺だけでそれを叶えるのは難しい。何しろ話せる船といっても所詮は船、誰かに操縦してもらわねばいかん。そうだ、一つ取引をしないか。体を見つけてくれたら宝探しの手伝いをしてやろう。お宝！俺は一応海賊船だからな。長年海で宝探しをしてきた直感というか感覚というか、目覚めた瞬間この辺りには貴重なものが数多く眠ってることに気づいたんだ。これは紛れもない大海賊船の直感ってやつだ。どうだ、割のいい取引だろ。お肉丸を手伝ってあげようぜ。お肉丸は元の体を手に入れて、オイラたちはお宝。ウィンウィンだぜ。イヒヒ。どうだ、手伝ってくれるか。よし。実は目覚めた時行ってみたくなったところがある。海賊船である俺の直感によると、そこにはきっと貴重なお宝があるはずだ。まずはそこへ行ってみよう。よっしゃー、出発だした場所はこの上だな。よし、行ってみようぜ。やっ、てっ、はっ。ここがお肉丸が言ってたところなのか。何もないじゃないか。半分になっちゃった船しかないぞ。お肉丸のやつ、まさか嘘をついたんじゃないよな。帰ってしっかり聞き出そうぜ。どうだ、価値のあるものを見つけたか。うん、お肉丸、島には真っ二つになった船しかなかったぞ。あれがお前の感知したお宝なのか。あれ、
そんなはずが。ああ、わかった。きっと長い間眠ってたから勘が働かなくなったんだよ。つまりだ、猿も木から落ちるみたいに船もうっかりしちまう時があるんだ。多めに見てくれ。さ、次な、次、次の場所にはきっと宝があるさ。本当か？今度こそオイラたちを騙したりしないよな。ああ、今度はきっと見つけるさ。だが結構遠いところにあるな。ああ、うまく感知できないな。北西方向としかわからん。北西方向にある島なんていっぱいあるぞ。もっと使える情報はないのかよ。でもその方向にある大きな島といえば二つだけだな。音楽を広める花？言われてみれば感知したとき確かに海から音楽が流れてきた気がする。でもそれ以外にカラスの鳴き声も聞こえた。ずっとカーカー鳴いてたんだ。より正確に言えばカラスの鳴き声は東から、音楽は南西から流れてきたな。2種類の音が聞こえたのか。一体どこなんだ。2つの島の音が聞こえる場所か。お、確かに。おいらもそう思ってたぞ。それじゃそこへ行ってみよう。しかし二人はいい関係なんだな。もちろんだ。こいつはオイラとたくさん冒険をしてきてお宝もがっつり見つけたんだぞ。以前海にいた頃も俺がこうして話せたら仲間たちと交流できたんだろうな。いいな、羨ましいくらいだ。よし、それじゃ二つの島の真ん中へ行ってみよう。開けたわね。
よっと。よっ。よいしょ。はっ。それ。予想外って言うべきか、予想通りと言うべきか。やっぱりここにも真っ二つの船しかない。お宝なんてもともとなかったんじゃないのか？けど、お肉丸は半分になった船を2回も感知できたよな。もしかして、こいつらってお肉丸の元の体なんじゃないか？船体が真っ二つに割れた上、こんな姿になっちゃったなんて。そうだ、この船の写真をお肉丸に見せてやるのはどうだ？自分の体かどうか自分の目で確かめてもらおうぜ。よし、写真も撮ったし、山を降りてお肉丸に見せに行ってやろう。おお、戻ってきたか。どうだ、収穫はあったか？俺が当ててやろう。きっと期待外れだったんだろ。はあ、今回も何も見つけられなかったのか。今回も真っ二つの船しかなかったぞ。もしかしたらそれがお前の体かもしれないと思って船の写真を撮ってきたんだ。ほら、なんだこれは、絵か。お前たちがこんなに素晴らしい画力を持ってるとはな。絵にある一木一草がまるで目の前にあるように描き込まれてるぞ。これは描いたんじゃなくて写真機で撮ったんだぜ。おお、この機械を使って何らかの仕組みで絵を素早く描き写したんだな。大海賊船なのに写真機を見たことないのか？まさか似たようなものは見たことあるぞ。あれだ、あれ、伝説の物語に出てくる地獄絵みたいなもんだろ。ところで、この写真の真ん中にあるものは何だ？それがオイラたちが見つけた真っ二つの船なんだ。それ、お前の元の体だったりしないか？そんなバカな。この半分の船はどこから来たんだ？ボロボロになっちまってかわいそうに。お前たちは知らんかもしれんが、俺は赤穂同盟機船隊の大海賊船だぞ。船底板の瓦も西来島で最も上質な一本の木材でできている。船棚の間はまずノコで噛み合う跡を作って、釘でしっかり固定することでがっちり頑丈になるんだ。だからそんな無様な姿にはならないさ。だけど、お前は2回も真っ二つになった船を感知していたんだぞ。同類愛哀れむってやつかな。この船たちは遭難する前、己の意志を持っていたんだ。その残留思念が俺に影響を与えたんだろう。とにかく、そいつは俺の元の体じゃない。俺の体はきっと、今もこの海域のどこか知らない港に停泊しているに違いないんだ。その時が来れば、上質な塗料の塗られた棚板が海上を航行する時の堂々とした姿が見える。ま、見ればわかるさ。俺とこの写真にある半分の船とじゃ雲泥の差ってね。なんだかすごそうだな。その時は乗せてくれよ。ああ、もちろんだ。それにしても二度も別のものを感知してしまうとは。どうやら俺の直感もずっと手入れをしてなかったせいで水漏れしていると見える。船だの人間だの、長く航海を続けるためには適切な時期に十分な巻き肌を加えることが大切なんだ。巻き肌ってなんだ？
部品をくっつける、材料か何かか。パイモンは面白いな。かなり近いぜ。巻き肌は船の中に水が漏れてこないように船板の中に詰める材料のことだ。樹皮か何かでできていて、一定期間ごとに詰め替えて手入れをしなければならないのだ。その通りだ。さっきお前たちが宝探しに行っていた間、俺が休憩してたみたいにな。今ならきっと真の宝を感知できるさ。仏の顔も三度までだからな。今度こそ本気を出すぞ。必ず収穫があるはずだ。だったらいいんだけど。なんだよ、俺を信じてないみたいな言い方だな。今回は南東方向の会場だ。大きくはなさそうだから、成功で貴重なものの可能性が高いぜ。さ、出発しよう。何か見つけたか。今回こそこの大海賊船である俺の鋭い嗅覚に感服しただろ。上には巣しかないぞ。巣にあるのは2つの鳥の卵、それしかないけど。ただ2つの鳥の卵しかないのか。これがお前の言ってたお宝か。パイモンは知らないかもしれんが、偉大なる海賊船であるほど航海の時間も長くなる。干した魚しか食えない時もあるのだぞ。そんな危機の迫った時には、航路上の岩礁でたまたま手に入った鳥の卵が一生忘れられない珍味になるんだ。本当か。わかった。感知したのは鳥の卵じゃなかったはずなんだがな。おかしい、何かを感じ取れたはずなんだが。岩礁に他のものはない気がする。まさかこの2つのギータなのか。風や雨をしのぐために使われたみたいだけど、どこから来たんだろうな。このキータがどこから来たのか分かったよ、旅人パイモン。お前たちが見ていたのは俺の記憶だ。それは俺が作られてから初めて水に触った部分なんだ。あの時船員たちが木に油を塗って船台を作り、斜面を滑らせて俺を海に浮かべた。船首だと入水角度をコントロールするのが難しく、折れやすいから外反から浮かべることがほとんどなんだ。この2つの木板、いや棚板と呼ぶべきか。これはおそらく
俺が最初に水に触れた部分だろう。お肉丸、ここでお前の棚板が見つかったってことは、まさか。俺はとっくにこの岩礁にぶつかってボロボロになっていたのかもしれんな。目覚めた時に感知したのは宝などではなく、ただ自分の体を探し当てただけだった。俺はこの間半分になった船を笑ったが、一番無様な姿をしていたのはこの俺だった。情けない。まだ確定じゃないだろ。もしかしたらお肉丸の体は以前のままで、ただこの二つの聞いたを前にして、考え無用になったとか。そう、考え無料だ。ここにはナンパした船がいっぱいあるから、他の船の棚板かもしれないぞ。だが、お前たち、ありがとうな。ところでお肉丸、さっき記憶にお前の名前が出たよな。どうだ、自分の名前を思い出せるか。恥ずかしながら、俺が思い出したことはお前たちと大した差がない。名前なんか出てこなかったんだ。そうなのか、残念だな。いや、このままでも悪くないかもな。だってパイモンと旅人はずっとお肉丸と呼んでくれるだろ。いい名前だ。ひひ、オイラがつけた名前だからな。そうだ、お肉丸、他に行きたい場所はないのか。他にも2カ所ほど感知したんだが、おそらく宝などなく、ただ朽ちた木しかないだろう。お宝がなくても平気だぞ。いやはや、しかしこの間割のいい取引だと大口を叩いたばかりだというのに。そうだな、でもお肉丸はもう仲間だから。うん、宝はないかもしれんが、何か二人に得るものがあればいいと願おう。よし、それじゃまず近い方から行ってみよう。ここにもお宝はないんだな。わかってるけど、ちょっとがっかりしただけだ。ここに木剣があるぞ。子供のおもちゃみたいだな。おい、もしかしてこの木剣なのか。まさかこの木剣。まだドキドキしているな。あ、思い出した。それは赤穂同盟一行と幕府の海戦で最後に現れた雷光だ。はあ、一体何だったのだろうな。残された怨恨だけであのように凄まじい力があるというのか。
やれやれ、想像もつかないな。いや待った、あの雷光は西来島から来たということは、旅人、西来島に行ったのか。そこで何が起きたんだ。そんな、西来島がそんな風になってしまっていたとは、恐ろしい雷だ。いや、恐ろしいなどという言葉では言い表せない光景だろうな。故郷を幕府に支配されたくないからこそ、西来島の民を守るため幕府に立ち向かった。俺たちは幕府を敵に回してでも西来島を守ろうとしていたのに、まさか結局、巫女様よ、一体なぜだ。あの雷光と雷のせいで俺はここに流れ着いた。雷でひどい傷を負い、全身がバラバラになりかけた。ここまで流れ着くのは精一杯だったのだ。お肉丸、でもなんでこんなところに物件があるんだ。この物件はお肉丸と何か関係あるのか。この物件に使われている木材は俺の体だったんだ。昔左衛門の兄貴が剣を持つ魔偶を槍で奪ってきたことがあるが、俺たちと一緒にここに流れ着いたのだろう。おそらくこれは子供たちが魔偶の持っていた剣を真似て作ったおもちゃだ。まさかかつて幕府とも一戦を交えた大海賊船であった俺の体が子供に遊び用の道具として使われていたとは、少し複雑な気持ちだな。じゃあお肉丸、この物件を持っていくか。だってこんな姿になったとはいえ、お前の体の一部なんだろう。いや、今それを持って行っても何の意味もないさ。ふん、どこの子供かはわからんが勘弁してやろう。はあ、思い出したら少し気がめいったが、同時になぜかほっとした気がするよ。少なくとも何が起こったかを覚えているから無駄な妄想をせずに済む。ただ唯一心配なのは共に流された仲間たちのことだ。彼らについて知ることができればいいんだが。だといいがな。さて、最後にもう一箇所、俺が感知できる最後の体のかけらだ。具体的には海辺のあの建物にあるらしい。なぜ建物にあるんだ。まさか何かの家具にされたのでは。このホラ貝の小屋にはいっぱい木の板があるな。んでもどれも違うみたいだぞ。もしかして石の上に置かれてるやつか。なんだこれ、2枚の木材に別の木片が釘で打ち付けられてて、その横に木槌がぶら下がってるぞ。これが楽器なのか。本当に音が出るのか。お肉丸に見せる前に試してみようぜ。この楽器も長い間手入れされていないみたいだな。これがお肉丸の体の最後のかけらだよな。早速あいつに伝えてやろうぜ。
おお、戻ってきたか。どうだ、見つけたか。確かにこれは俺の最後のかけらだ。でもこれは一体何なんだ。楽器らしいぞ。長く手入れがされてなかったせいでもう演奏できないみたいだ。そうか、そいつは残念だな。楽器か。俺の体から落ちちまったキータに楽器にできるやつもあったんだな。仲間のことを思い出したよ。あいつらも気分がいい時に大声で歌を歌ってた。海辺に座って焚き火を囲んで。そうだ、この楽器はどんな音がするんだ。適当でいいから叩いてみてくれないか。この楽器は長い間巻き肌が欠けていたから思ったような綺麗な音は出ないかもしれないぞ。そんなことどうでもいいさ。ただその音を聞きたいんだな。適当に叩いてくれよ。あいつらは帰る方法を見つけたんだな。ああ、だが俺があんな格好になってしまったからな。連れてきただけで精一杯だったんだ。一緒に帰るなんて当然無理さ。ああ、あいつらが無事で何よりだ。でも俺は別れを告げてもなおまだ奴らと共に帰りたいと心の底で願っていた。共に帰れたらよかった。奴らと一緒ならどんな危険な場所でもついていける。この世にはまだ共に体験できていない偉大なる冒険や見つけていない宝物が数多く存在するのに、なぜ俺だけがここに残され捨てられ新たな旅立ちをするあいつらの後ろ姿を見るだけになってしまったんだろうな。泣きたいときは笑え、諦めたいときは踏ん張れ。これこそが海上での生存の道なのさ。何はともあれ今回はお前たちのおかげだ。これらのことを思い出させてくれた。ただ奴らは別れたときほとんどの宝を持ち帰ってしまったんだ。そうだぞ、オニクマルが感知したものはある意味オニクマルにとっての大切なお宝なんだ。確かにな。恥ずかしながらお前たちの行為に報いることはできないが、せめて一隻の船として微力を尽くそう。だがその後でまた二人に助けてもらうかもしれんが。オニクマルの依頼なら喜んで受けて立つぞ。そいつはありがたい。この海域で航行するときはぜひ俺を呼んでくれ。